ボン包囲戦は、フツラン戦争中の1673年11月に行われたケルン選定公領のボンの包囲戦。フツラン戦争当時、フランス王国と同盟していたケルン選定公領に、とってボンは重要な要塞であった。カトリックの神聖ローマ皇帝レオポルト一世は、プロテスタントのネーデルラント連邦共和国を支持、すべきか迷っていたが、フランスがドイツのベーゼル、 ラインベルク、エメリヒ、レイス、ゾースト、ヘクスター、そしてアルザス地方のコルマールを占領、さらにトリーヤ選定校、カール・カスパール・フォンデア・ライエンが要する首都、トリーヤが占領されるに及んで、レオポルト一世は、進出政策は放棄した。このようにフランスは、ドイツの都市、スペイン領ネーデルラント、さらに、オランダにも侵攻したが、皇帝、スペイン、オランダが選んだ、 最初の標的はそれらではなく、ボンだった。いくつかの敗北の後、フランス軍はすでに撤退を始めていたが、オラニエコウイレム三世率いるオランダ軍、スペイン軍、ライモンド・モンテクッコリ率いる帝国軍は、ボンに進軍して、フランス軍のライン側をまたがる補給線を立とうとした。ケルン戦抵抗圏、大司教マクシミリアン・ハインリヒ・ホンバイエルンは、 首都のボンからケルニェと逃亡した。1673年11月3日、グラーナ公爵夫ネ・エンリコ・デルカレット率いる、帝国軍前衛はボン近くのプリッテルスドルフに到着した。8日には、ボン城への砲撃が開始され、ラビオン巡将と町の司令官、ディートリヒフォン・ランツベルク2、エルビッテのボン中流軍は12日に降伏した。二人はそのまま退去することを許され、 大砲二門をそれぞれの椅子と計にヒスベルトに移動させた。ボンの新しい指揮官はグラーナ公爵となった。ボンの陥落によりケルン先帝公とミュンスター司教は抵抗の力を失い、オランダとの平和交渉を開始した。1674年4月22日、ミュンスターとオランダが、公は5月11日にはケルンの戦争から脱落した。 フランスは同盟国2国を失っただけでなく、ライン川を経由して、オランダにいる、フランス軍に補給を輸送することもできなくなった。これにより、フランス軍はオランダからの撤退を余儀なくされた。イングランド王国も、対乱戦争に興味を失い、平和交渉を開始した。撤退時、フランス軍は近代的な船橋をボンに残さざるを得なかった。ボンは、その後、 1689年に再び包囲された。ありがとうございます。